チャンネル66。What's up? 66、ジンです。今回の動画は、ファインクリーク&コーから新作、トップフィールドが入荷してきましたので、そちらの方を紹介いたします。この革ジャン、見覚えのある人も見えると思います。はい、こちらの革ジャン、まあ、かっこいいですよね。1994年ぐらいかな、にドラマの、若者のすべてってドラマありました。あの頃、渋カジがめちゃくちゃ流行りましたよね。あの時に、そのドラマの中で、俳優、木村拓哉さんが着ていたジャケット、もうそれをベースに作られたんじゃないかと思われます。はい。もうその時に、めちゃくちゃこの形の革ジャンがね、巷で売れて、もうみんなこれ着てたっていうのをご存知の方も見えると思うんですよね。ですので、今回はその当時のね、渋カジ、木村拓哉っぽいコーディネートの仕方、そちらの方も見ていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それではこの革ジャンの仕様の説明をしていきます。では仕様の解説をしていきます。こちらのブラックの方ですね。こちら革が 1.3 ミリのホースハイドを使用しております。もう革は、以前皆さんに紹介したバッドですね。あちらの革と同じ革を使用しております。はい、で形としてはもうシングルのライダースのような形ですね。まあ、このね、袖の部分はね、スポーツジャケットっぽくカフスになっております。そしてハンドウォーマーがね、80年代っぽくスラッシュのハンドウォーマーがついてますね。ここはまたね、魅力的ですね。はい、すごくシンプルな感じのレザージャケットになっております。そして胸にはスラッシュポケットのボールチェーン。もう完璧ですね。はい。で、後ろに行きますと、サイドにアジャスター。で、後ろもシンプルな感じになっておりますね。ここにプリーツが入って切り返しの仕様になっております。とてもシンプルに着られるジャケットですね。はい、こちら、ブラウンですね。はい、劇中でね、あの木村拓哉さんが着ていたカラーですよね。はい、やっぱりブラウンっていうイメージはございますが、こちらのレーザーですね。1.3 ミリのホースハイド。こちらはアルカディアっていうね、ファインクリック&コーのカーコート。あちらと同じ革になりますので、油がね、足し革めちゃくちゃ油がこう入っていまして、こう経年変化、素晴らしい経年変化を見せてくれると思います。もう油がね、さっと走る雰囲気になっておりますね。こちらの方のね、バックスタイルも見ていただきましょうか。今はね、こうつるんとした感じでなっておりますが、これ着ていくうちにね、光沢が出てめちゃくちゃいい雰囲気になっていくと思われますね。こちらも先ほどのブラックと同じように、こう、プリーツが入っていて、サイドにはアジャスターですね。で、袖はカフスですね。で、切り返しになっております。どちらもめちゃくちゃかっこよく着れるジャケットじゃないでしょうか。トップフィールドいかがだったでしょうか。これであなたもキムタクになれましたね。はい。このコーディネートの仕様のパンツとかインナー、動画概要欄の方にリンクが貼ってありますんで、そちらの方もご覧ください。これからもこのような新作の動画バンバン上げていきますので、チャンネル登録してお待ちください。じゃあ、今回の動画は以上となります。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。また見てね。